はいどうも、キープオンリーワンラブ FK です。3本目、はい。というわけで今現在の私のパッケージコレクションをね、紹介していきたいと思います。今合計で何個あるか分かりませんので、数えながら紹介していきたいと思います。まずは1つ目はい、クールマックス 8mm、20本入り460円だったかな、460円ですね。はい、ダールは 8mm、ニコチン 0.7mm です。2本目、2個目、ウィンストン、ライト。これは古いパッケージですね。新しくなるそうです。ダールは何 mm？ ダール 6mm、ニコチン 0.5mm、20本入りで、420円です。確かに。次3本目、ショートピースです。タール 28mm、ニコチン 2.3mm、20本入り、すみません、10本入り230円です。4個目、クールミックス8です。タールは 8mm、ニコチン 0.7mm、20本入り460円です。5個目、マルボラアイスブラスト。8ですね。タール 8mm、ニコチン 0.6mm、20本入り460円です。6個目、セブンスターミディアムリミテッドエディションです。期間限定でした。タール 10mm、ニコチン 0.8mm、20本入り460円です。7個目、ラーク、ミントスプラッシュ。タールは 7mm、ニコチン 0.5mm、20本入り420円です。次、ラーク、スムーステイスト 10mm、20本入り、タール 10mm、ニコチン 0.8mm、20本入り420円です。9個目、ブラックデビル、アイスバニラ、タールは8mm、ニコチン 0.5mm で、確か20本入り450円か460円だったと思います。次メビウスプレミアムメンソールオプション、タール8mm ですね。タール8、ニコチン 0.7、 20本入り430円です。はい、これで10個。11個目、メビウスオリジナル、マイルド7 10mm ボックス、タールは10mm、ニコチン 0.8mm、20本入り430円です。セブンスターミディアム。前のパッケージですね。今、セブンスター10になってますけど、ミディアム時代のパッケージです。タールは 10mm、ニコチン 0.8mm、20本入り460円です。続きまして、セブンスター 14mm ボックス。タールは 14mm、ニコチン 1.2mm、20本入り460円です。次14、クロラーク、ラークブラックラベルですね。タールは 7mm、ニコチン 0.6mm、20本入り420円です。続きましてダンヒールファインカット、確か460円だったと思います。タールは、6mm、ニコチン 0.6mm、20本入りです。これで15ですね。続きましてピアニッシモアイシンスパイク、タールは 6mm、ニコチン 0.5mm、20本入り450円です。続きましてマルボロメンソール、タールは 12mm、ニコチン 0.8mm、20本入りで460円です。続きまして、ボヘーム、ボヘームシガーモヒートダブル、タールは 5mm、ニコチン 0.5mm で20本入りで450円か60円だと思います。まあどっかまた間違いあったら指摘していただけたらありがたいです。続きましてフィリップ・モリス、フィリップ・モリス時代の、スーパーライトロングです。タールは 5mm、 20本入り 0.4mm、 20本入りで420円でした。もうフィリップ・モリスはラークに統合されてないですね。さっき出てきた、ラークのスムース・テイストでしたっけ、に統合されました。続きまして、ウエスト・デュエット6、タールは 6mm、 ニコチン 0.5mm、
0.6 ミリで20本入りで400円だったと思います。これで20個ですね。21個目、キャメル。ブラック。タールは10ミリ、ニコチン 0.8 ミリ。20本入りで今450円だったと思います。仮面ライダーブラックじゃないですけどね。キャメルブラック。続きまして、クサンガラム、シグネチャーマイルド。タールは15ミリ、ニコチン 0.8 ミリで20ポイントで450円だったかな。420円だったと思います。確か。まあ、この前値段上がったんでわかんないですけど。ちょっとすみません。間違ってたらまたご指摘いただけたらありがたいです。続きまして、ピアニッシモ。ちゃんとすみません。バージニアエースデュオ。タールは1ミリ、ニコチン 0.1 ミリ、20本入りで、あ、すいません、10本入りで230円ですね、すいません。はい。これ何種類か色があるんですけど、私はなぜかピンクに当たりました。これで、23か。24個目。マリリン、バニラ。これ400円です。410円か20円になったのかな。20本入りです。タール6ミリ、ニコチン 0.6 ミリです。24、はい。25個目、クールナノブリザード。タール8ミリ、ニコチン 0.7 ぐらいかな、 0.7 ミリ。20本入り450円です。細いです。あとは25個目、マルボロクリアの試供品です。タール8ミリ、ニコチン 0.7 ミリ、20本入り460円です。これ、近々クリアハイブリッドになるそうです。吸っている方、買いだめするか、別のに乗り換えるかどっちかになっちゃうと思うけど、私も、ね、ちゃんとした本物のパッケージを近いうちにまた買ってきます。これはセブンスターリミテッドエディション14ミリソフトの方です。2012かなの方ですね。はい。タール14、ニコチン 1.2、20ポイント460です。これ何個目？ 26 かな ?27 個目。ザッピー !20 ポイント1000円。タール10ミリ、ニコチン 1.0 ミリです。クソうまかった。香りも良かった。お金ならぜひ買ってみてください。すみません、28個目ですね。29個目、キャビンスーパーマイルド。タールは5ミリ、ニコチン 0.4 ミリ、20本入り430円だったかな。30キースリトルシュガーです。アロマロースですね。値段は忘れました、すいません。31個目、アークロイヤルスイート。タールは9ミリ、ニコチン 0.8 ミリ、20本入りで450円ぐらいだったかな。はい。続きまして、アークロイヤルパラダイスティー、私の大嫌いなタバコです。多分これも450円だと思います。タールは6ミリ、ニコチン 0.4 ミリです。すごい紅茶の香りがするんですけど、味抜けるの早かったです。香りも抜けるの早かったです。32か。33、絶版になりました。マルボロブラックゴールド。タールは8ミリ、ニコチン 0.6 ミリ、20本に460円でした。34。かぶってるやつなんで、カウントしません。34。マルボロライトメンソール。タールは8ミリ、ニコチン 0.6 ミリ、20本入り460円です。35。マルボロライトメンソール。こっちはロングです。まあ同じですね、さっきと。
36マルボロダブルバースト5、タールは5ミリ、ニコチン 0.4 ミリ、20本入り460円だったかな。ですね、カプセルが2つ入ってます。はい、特徴は以上です。劣化版アイスブラストですね。36赤丸ボックス、タール12ミリ、ニコチン 1.0 ミリ、20本入り460円です。37福岡県限定マルボロミントストリーム、いやーミーオーソラブラッドリーブラッディストリーム、タールは5ミリ、ニコチン 0.4 ミリ、20本入り460円です。タバコ屋に売ってることがあると思うので、もし行く機会があったら買ってみてください。37かな、マルボロアイスミント絶版です。2年前に亡くなりました。亡くなるって聞いて速攻で買いに行きました。タールは6ミリ、ニコチン 0.5 ミリ、20本入り440円でした。440円の時代ですね。続きまして、キャスターマイルドボックス、タールは5ミリ、ニコチン 0.4 かな、ミリ、20本入り420円かなです。次、まあ、かぶってるんで、一個置いときますね。マルボロメンソール。え？マルボロメンソールなんで3個あるんだよ。はい、なかったことにしてください。続きまして、ラッキーストライク。12、すみません、11ですね。タールは11ミリ、ニコチン 1.0 ミリ、20本に460円です。どこまでですか？34ですね、今。34、いや、もういいや。あれですね、しまいながら数えてきますね、もうめんどくさいんで。はい、続きまして、ラッキーストライクメンソール。タール6ミリ、ニコチン 0.6 ミリ、20本入り460円ですね。続きまして、クール。クールキング。私が以前吸っていたタバコですね。このアカウントも実はこれから来てます。Keep Only One Love FK。タールは12ミリ、ニコチン 0.9 ミリ、20本入りで450円です。正直、マルボロより安いんで、こっちに乗り換えようかなと思ってた時期もありますが、結局なんか並行して吸ってるって感じですね。はい、クールエース、1ミリです。タール1ミリ、ニコチンライト1ミリ、20本入り450円。続きまして、すみません、クール、ナチュラル。タールは、何ミリ？タール8ミリグラム、ニコチン 0.6 ミリグラム。20本入りで確か450円だったと思います。やっとこれもかぶってますね。はい、クールマックスもなぜか3個あります。これも置いときましょう。続きまして、クールブースト、これもなぜか2個あります。タールは 5mg、 すいません、 8mm の方ですね。タール 8mg、 ニコチン 0.7mg、 20本入りで460円のタバコです。カプセル入りタバコの草分け的存在と言っても過言ではないでしょう。まあ、はい、これも被ってるんで置いておきます。被ってる銘柄多いな。続きまして、クールマイルド8ミリですね。タール8ミリ、ニコチン 0.7 ミリ、20本入り450円です。クールファミリーって結構パッケージあれですよね、使い回しっていうか似たり寄ったりですよね。まああれですけど、これを除きますけど、なんだったっけ、クールプレミアムフレッシュだったかな。8ミリの方です。タール8ミリ、ニコチン 0.7 ミリ、20本入り460円です。次は
プエブロ、ね、確かこれはちょっと安かったはずです。19本入りですね。420とかだったかな。タール10ミリ、ニコチン 1.0 ミリです。 JPS 20本入り420円、タール11ミリ、ニコチン 1.0 ミリです。ラッキーストライクと味の系統は似ていました。はい、ラッキーストライクから JPS、 JPS からラッキーストライクって乗り換える人は多いみたいですね。続きまして、はい、私の敵ゲバラ、マルクス主義のクソったれ革命家です。タールは9mg、 ニコチン 0.9mg、 プエブロ、ゲバラ、アメリカンスピリット、無添加タバコです。はい、ということでですね、こんなクソったれたやつのスラをタバコの銘柄にのタバコのパッケージにして、タバコの銘柄にこいつの名前を宿して何が面白いのか。はい、ゲバラはピエロでした。終わり。気になった方は調べてみてください。はい、続きまして、ケントアイブースト 5? 買った覚えないぞ、まあ、いっか。ケントアイブースト5ミリ、タールは 5mg、 ニコチン 0.5mg、 20本入り420円です。正直ケントってブリティッシュアメリカンタバコ版マイルドセブンみたいな感じですね。ベーシック、タール1ミリ、ニコチン 0.1mm、 これ買った時はこいつ400円でしたね。安かった。まあ、なんでベーシック買ったかっていうと、マルボロのソフト買おうとして間違えましたね。マルボロの番号言ったはずなんですけど、なぜかベーシックの番号言ってました。はい、でファーってなりましたね。はい、結局なんだかんだ買ってしまいました。ちょっと辛いマイルドセブンみたいな感じですね。次、ケント9、タールは 9mm、 ニコチン 0.8mm、 20本入り420円とかないのか、420円ですね。はい、すごい紙臭いタバコでした。続きまして、ケントアイブースト8、これは発売当日に買いましたね。はい、私のリスナーさんの一人であるカツタロ11123が、クールマックスが売り切れてるときにたまに買っているっていう噂があります。あくまで噂です。あの人今クールマックス吸ってますね。はい昔ナノブリザード吸ってたんですけどね。続きまして、今は亡きセブンスターアラスカ、もともとセーラムアラスカでしたね。セーラム時代のあのトナカイの角をあしらったパッケージがめちゃくちゃ好きでした。今はもうないのが残念です。同じく今は亡きセブンスターソリッド、タール7ミリ、ニコチン 0.6mm、 ニコチン 0.6mm、 20本入り400、当時、460の時代もありましたね。はい、続きまして、セブンスターライトのスターフェスエディションです。本当は14と10も欲しかったんですけど売り切れてました。はい、すいませんでした。すいません。これも被ってるから置いといて、でこれが関東限定セブンスターメンソールスナップボックスです。もうどこにも売ってないんですかね。はい、売れなかったらしいですね。続きまして、微妙に色合いが違うんで全部紹介します。あと旧パッケージ、新パッケージか、これ微妙に色合いが違うんじゃないのこれ。すいません、1個かぶってるんで置いてきますね。アメリカンスピリット新パッケージ、旧パッケージです。はい、タールは 12mm、 ニコチン、どこに書いてるんだこれ、 1.5mm、 20本入りで480円とちょっと高いタバコなんですけど、無添加タバコです。はい、私一時期これハマってこれ吸ってましたね。アメリカンスピリットで、ブラックラグーン見てるとものすごくアメスピが吸いたくなるんですよね。なんでかっていうと、主人公がこれ一時期これ吸ってたからです。まあ途中からこれ、こっちのこれのソフトパックになってましたけど、はい続きまして、アメリカンスピリットペリック、はい、嫌いなタバコです。合わなかった。合わなかったですね。はい、
か、ちょっとあれでした。続きまして、ポール・モール・ライト、青い方ですね。タールは6ミリ、ニコチン 0.2ミリ、すいません、0.6ミリ、20本入りで、今400円かな。ちょっと安いですよね。で、こっちが赤。まあ、またパッケージ変わりましたよね、ポール・モール。前のパッケージです。これも青い、ライトの方も。タールは10ミリ、ニコチン 0.9 ミリ、20本入りで、これ買った当時は実は390円でした。もともとポール・モール安かったですしね。続きまして、ベベル。このベベルエッジカットって特徴的なカットですよね。タールは 6mg、ニコチン 0.5mg、20本入り450円のタバコです。どこにも、美味しいんですけど、どこにも売ってない。これが難点です。続きまして、マイルド 7D スペックスーパーライト。今は、モードの6になりましたけど、それになる前のパッケージです。これ私が初めて捨てたタバコですね。はい。タールは 6mg、ニコチン 0.5mg。これ買った時は20本入りで410円でした。続きまして、こちら。マイルド7、アクアメンソール、スーパーライト、5mg。タールは 5mm、ニコチン 0.4mm、20本入りで、これ買った時410円ですね。はい。このパッケージ、マイルド7アクアメビウスプレミアムメンソーレって書いてるんで、本当に最後の方のパッケージです。このパッケージすごい好きだったんで、なくなったのは残念ですね。綺麗なパッケージですよね。アクア。いいですよね、これ。私はものすごく好きなパッケージです。続きまして、マイルド7-1。これも昔動画のリクエストあったんで買ってきました。タールは 1mm、ニコチン 0.1mg、20本入りで、410円でしたね、これは。やっぱり裏側にマイルド7はメディウスへって書いてます。結構ここら辺マイルド7時代のパッケージがちょこちょこ出てきますね。続きましてこちら。かぶってるやんけい。スプレッド。おうおうおうおお、懐かしい。マイルドセブン。マイルドセブンの、オリジナル10ミリ。本当のマイルドセブンの時代最後のパッ、最後の2つ前のパッケージになるのかな。はい、です。すごい、私が好きなパッケージですね。この流星が、流星とか水星をあしらったパッケージ。すごい好きでした。はい。タールは 10mg、ニコチン 0.8mg、20本入りで410円でしたね。続きまして、メビウスプレミアムメンソール、8mm、オプションではないです、ノーマルです。出た当時に出ました。マイルド7はメビウスに変わりましたという表記がまだ残ってます。続きまして、ああ、これも懐かしい。マイルド7表記の、今のメビウスのパッケージでマイルド7の表記をしていた。本当に2ヶ月ちょっとしか出回らなかった。すごいレアなパッケージです。やっぱり裏にはマイルド7はメビウスへって書いてます。これ飛行機に乗ってきたんで、これ持った状態で。ポケットの中に入れてたらこんなぐしゃぐしゃになりました。はい。ちなみに今のパッケージと同じなんですよ。ただ表記がメビウスかマイルド7かっていう違いですね。はい、続きまして、プレミアムメンソールオプション。これサンプルでもらったんで、サンプルって書いてます。はい。20本丸々試供品でいただきました。裏にはカプセルを潰すと香りが変化しますって書いてます。これを友達とタバコ屋の喫煙所で吸った時に、なんじゃこりゃって言い合ったのはいい思い出です。続きまして、ラークメンソール X。緑のパッケージに変わってからですね。フィルターも白になってしまったのはちょっと残念です。タールは 10mm、ニコチン 0.7mm、20本入りで、これ、420円ですね、今は。
これ買った当時410円でしたけど。続きまして、これもかぶってますね、アカラークロング。どっちも新しいパッケージです。古いパッケージ実は実家に帰ればあるんですよね。タールは12ミリ、ニコチン 1.0 ミリ、20本入り410円です。すみません、420円ですね、今は。ちなみに私の父の愛煙のタバコです。どうでもいいですね。続きまして、ここら辺ラークですね、ラークシリーズ。ラークハイブリッド。タール6ミリ、ニコチン 0.5 ミリ、20本入り420円。カプセルを潰せばメンソールになるっていうタバコの走りですね。はい。実際メンソールになるかって言われたら、うんですけど。はい。続きまして、ラークアイスミント 5mm。これ発売当日に買いました。はい、こんな感じで。カプセルを潰せば天然ミントの表例感とか書いてます。タールは 5mm、ニコチン 0.3mm、20本入り。これ買った当時は410円でした。今420円です。あれ黒ラークさっきあったよな。まだ被ってるんで置いときます。ラーク、マイルドメンソール、通称マイメンとか言われてます。ちなみにここにサンプルって書いてますね、これもね。タールは 7mm、ニコチン 0.5mm、20本入り420円です。黒ラーク、黒ラーク。黒ラークがありました。かぶってました。続きまして、こちら。ロゴ。タール 10mm、ニコチン 0.9mm、20本入り。これ買ったとき350円でしたね。今は380円ぐらいかな。はい。ものすごく、噛み臭い。マイルドセブンをはるかに凌駕する噛み臭さ。マイルドセブンの噛み臭い中に、まだちょっとした甘さがあるんですけど、これ、さらに噛み臭い。話にならないレベルで噛み臭い。タバコでした。続きましてこちら、ジタン。ジタンカポラル。ルパンタバコです。タールは 10mg、ニコチン 0.7mm、20本入りで460円ぐらいかな。はい。すごい美味しいタバコです。皆さんぜひ買ってみてください。はい、ショートピース。かぶってるんで置いておきます。かぶり多いなぁ、にしても。で、これが、ショートホープ。ホープのメンソール。常連さんがよく買ってきます。これは前のパッケージだったかなですね。前のパッケージですね。はい。タール 8mm、ニコチン 0.6mm、20本入りで、10本入りで430円。230円ですね。すみません。230円です。すごい、なんていうか、ホープの特徴をよく殺しているタバコです。だからこそ私でも吸えるタバコではあります。続きましてこちらピーススーパーライト旧パッケージです。はい、新パッケージは多分どっか探せばあります。はい、ので後でちょっと、あ、多分付けの中に入ってますね。はい、なんでちょっと後で引っ張り出してきます。旧パッケージです。で、新、旧パッケージのピースライトはこんな感じ、似た系統ですね。はい、スーパーライトの方はタール 6mm、ニコチン 0.5mm、ライトの方はタール 10mm、ニコチン 0.9mm、どちらも20本入りで460円です。私一時期ピースハマってましたね。ピースライトハマってましたね。あー、細々ゾーンだ。ですね、ケント S シリーズ版、これもサンプルでもらいただきました。1mm、タール 1mm、ニコチン 0.1mm です。20本入り410円だったと記憶してます。続きまして、ケントのオテック、タール 8mm、ニコチン 0.7mm、20本入りで400円と記憶してます。410円か、どっちも。続きまして、マイルドセブン、スタイルプラス6。今、なんだっけ、マイルドセブンのモード、スタイルプラスになってますけど、その前の、マイルドセブン時代のやつです。はい。タールは 6mm、ニコチン 0.5mm、20本入りで、これ買ったときは410円でしたね。ちょっとぼったくりだろ、これって思いますけど。続きまして、
ピアニッシモ、プレシアディアス。出しません、プレシアメンソーレですね。タール1ミリ、ニコチン 0.1 ミリ、20本入りで450円。こっちはプレシアディアスです。タール6ミリ、ニコチン 0.4 ミリ、20本入り460円。450円ですね、すいません。続きまして、マルボロブラックメンソーレ H8。タール8ミリ、ニコチン 0.6 とかだったかな。はい、0.5 ですね、すいません。0.5 ミリ、20本入り450円です。ピアニッシモビブ。タールは6ミリ、ニコチン 0.4 かな。0.5 ですね、すいません。20本入り450円、もうないですね。ブラックデビル、ココナッツミルク。タール10ミリ、ニコチン 0.8 ミリ。これ買ったとき440だったんですけど、今何円でしたかね ?450 でしたかね、覚えてない、すいません。で、こちら、ブラックデビルの、なんだっけ、チョコレートですね、すいません。チョコレートです。タール10ミリ、ニコチン 0.8 ミリ。はい、終わり。ブラックデビルは好きじゃない。で、こちら。パーラメントの 9mm のロング9パッケージです。タールは 9mm、ニコチン 0.7mm。20本入りで470円ですね。今、はい、470円です。こちらがパーラメントメンソール。あ、ライトメンソールですね。すいません。パーラメントライトメンソール。タールは 6mm、ニコチン 0.5mm。20本入りで470円です。どこにも売ってなくて探すのめちゃくちゃ苦労した記憶があります。で、ちょっとすいません。ピースライトの新パッケージ探してきます。あ、いてはい。すいません。旧パッケージの方でした。新パッケージなかったです。すいません。というわけで、現在のパッケージコレクションはこんな感じですね。では、1から数えていきます。1、2、まあ、整理は後でやるので。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、おっと、すみません、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、あれ、33、34、35、36、37、
48、ちょっと腕が疲れてきた。59、60、61、62、63、89、90、91、92、93、はい、かぶりなしで93種類、あ、すいません、94、ゴロワーズを入れて94個になりました。はい、かぶりなしで94種類あります。ただこれでも私が吸ったタバコの約半数ぐらいなんですよね。94種類ありました。まあ、かぶり入れてみましょう。95、96、97、98、
99。101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、110種類、110種類、110個でした。はい。すいませんでした。41分っていう長丁場になってしまいました。これでもすごいだいぶ急ぎ足だったんですけど、それでもこんなに長くなっちゃいました。はい。すいませんでした。はい。長かったです。これからもね、もっともっとタバコのパッケージコレクション増やしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。まあ、これ以上量多くなるとちょっと動画では紹介しづらくなってきますね。紹介するにしても何回かに分けてになると思うので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで本日第3弾、パッケージ紹介はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。